モントリュでのマイルス・デイビスとロベン・フォードロベン・フォードは、アメリカ合衆国、カリフォルニア州出身のブルース、ロック、ジャズ・フュージョンギタリスト。カリフォルニア州、ウッドレイクに生まれ、浮き屋で育つ。10歳の時サックスを始め、13歳の時にギターを手にした。彼の兄弟マーク、パトリックと父を称え、チャールズ・フォードバンドの名で活動し始めた。18歳の時に、 バンドは、チャーリー・マッスル・ホワイトのギグを得て、プロの活躍をし始める。また、アルバム、ザ・チャールズ・フォード・バンドと、後にアルバム、ディスカバリング・ザ・ブルーズとなる録音も1972年に、経験した。その後は、ジミー・ウィザースプーミや、トム・スコットの LA ・エクスプレス、ジョージ・ハリスンや、ジョニー・ミッチェルのツアーにも参加した。トムから離れた後、アルバム、ギターに愛を、 を収録する。このアルバムに参加したバックミュージシャンたちは後にイエロージャケッツを結成。フォードも初期のレコーディングに参加している。1986年には一時的にマイルス・デイビスとも共演する。1988年には彼のブルースのルーツに帰ったアルバムトークトゥユアドーターを発表。以後も精力的に活動。共通した ブルースフィーリングを持つラリー・カールトンとも共演。2006年には彼と共に来日公演をした。ありがとうございます。